カワウソ祭りエタノールが SNS 上で大きな注目を集めている。日本酒、カワウソ祭りで知られる朝日酒造、山口県岩国市が製造・販売するエタノール消毒液で、日本酒のような華やかな香りやさらりとした手触りが好評だ。新型コロナウイルス感染症が拡大し始めた頃、市場から消毒液が一時不足したことを受けて、 多くの酒造が代用品となる消毒用エタノールを製造した。朝日酒造もそうした酒造の一つだ。ただ、朝日酒造の代表取締役社長、ザクライはじめひろしさんは JCASD ニュースの取材に、消毒液の製造・販売は赤字だと明かす。では、なぜ、カワウソ祭りエタノールを製造し続けているのだろうか。コロナ災いは日本酒業界に大きな打撃を与えた。 ザクライさんによると、アサヒ酒造の製酒の販売量は20年の5月頃に前年比の4割ほどにまで落ち込み、免税店での販売に至っては1割にも届かなかったという、アサヒ酒造に限らず多くの酒造が製造量を減らす中で、必然的に影響を受けるのが原料となる酒米だ。アサヒ酒造は、 カワウ素材の原料となる酒米、山田二を用いたエタノール消毒液を開発した。一部の客からは、お酒を作るための米をエタノールに使うとは、どういうことだという声も寄せられたそうだが、朝日酒造は、日本酒を楽しめる社会の安定を守ることにも、つながると決意した。農家とも相談し、酒米を消毒液の製造に使うことについて、承諾も得ているという。 農家さんを支えたい赤字でも販売。山田錦から作られたエタノール消毒液は現在、四子消毒用。カワウソ祭りエタノール、750メートル L という目で販売されている。公式オンラインストアでの値段は1650円。税込みだ。1本750ミリリットルには、約3キログラムの玄米が使われている。従来のカワウ素材の磨きに割り3分。 7 2 0トルに用いられる玄米は約1 6キロなので、ほとんど2倍の量だ。さらにカワウソ祭りで用いられる山田錦は、酒米の帝王の異名を持つ高級ブランド米。そのためカワウソ祭りエタノールは赤字で販売されているのだという。朝日酒造はカワウソ祭りエタノールを20年6月下旬から販売している。発売した月は4000本ほど売れたが、 徐々に売れ行きは下降していった。しかし21年8月下旬頃から、再びカワウソ祭りエタノールの注文数が伸び始めた。日本酒を好むライターがツイッター上で紹介したことをきっかけに SN、SNS 上の注目が集まったのだ。ザクライさんは、こうした反響に驚きつつも喜びをあらわにする。